はい、アソシナさんがこのお仕事に就くまでの歴史といいますか、はい、高校時代から順を追ってこのお店に至るまでを聞かせていただいていいですか。はい、まず、高校に入る時点でこのお店を継ぐっていう気持ちがありまして、まあ、高校までは地元に残って、まあ、卒業後ちょっと東京に出て、眼鏡メガネの専門学校に進学しました。まあ、そこを卒業後ですね、東京にあるメガネ屋さんで、修行っていう形でですね、働きまして、で28ぐらいの時にですねこちらの方に戻ってきました。私で2代目なんですけども、まあ親父の背中を見て育ちましたので、まあ同じ仕事に就きたいなと、もう中学校卒業の時点でですね、はい、考えてました。まあ目の話なんですけども、そのメガネを作りに来られたお客様が、まあその相談に来ていただいて、まあ、検査をするんですね。目の検査をする際にちょっと違和感を感じたので、はい、お客様の目に対してですね、はい、でそれを、まあ、その場で違和感を感じたけど作れば売上、その場の売り上げなんですけども、まあ、ちょっとそこは慎重にですね、眼科の方にお勧めしたんですよね。そしたら、まあ、眼科、目から来る病気じゃなくてですね、脳から来る病気だったっていうところまで、発見が、早期発見ができて、まあ、今その治療をされて、それが大方終わっているので、まあ、そういったところでは、あ、人様のためになれるなと、はい、もうそれこそ帰ってきてから、まあ、1年後ぐらいに、まあ、先輩とかですね、友達にこういうのがあるよっていうところで、教えていただいて、はい、そのまんま入りました。いかがですか、青年部というその、いやもう本当に学び大きいところだなっていうところが率直なところなんですよね。その青年部に入ったから経験できること、まあその町のイベントでしたり祭りだったりですね、商工会っていう組織の中で先輩後輩がいてっていうところが、まあそれが会社と同じ状況、うん、役員さんがおって、まあね、普通の会員さんがおってっていうところが、会社と同じようにやっぱり連絡もそうだし約束もそうだしっていうところで学びのところではないかなと思います。はい、ご結婚はこちらに帰ってきてから。そうなんですよ。それこそ商工会青年部の婚活パーティー、まあまだ1回しかやってないんですけど1回で、はい、おかげさまで成立しまして、また結婚っていう形になりまして、まあ先月ですね、赤ちゃんが2人目の長女が生まれましたので、はい、本当に私は、はい、青年部に入ってよかったなとその言葉に尽きるところですね。うん、職場の数がないわけではないと思うんですよね。募集されているところも含めてですね、そこにじゃあ入れないっていうのは何か入らないのかなって思ってしまう。選んでるっていう部分ももちろん選んでいいんですけども、そこにじゃあどういった目標があってとか、給料がいいからそこに入るのかっていうとか、そのあたりを明確にされた方がより、うん、まあ仕事も含めてしやすくなるんじゃないかなと思います。2代目として、まあその親父がおりますんでね、まあ、その親父がこのお店をオープンさせて私と同じ年なんですね。だから、まあ今度40年になりますので、だから今まで培った大事にしてたものっていうのをまだ大事に、やっぱり大事にしてたものを、まあ今後もやっぱり継続して続けられるようにっていうのと、まあやっぱりその私が大事にしているものを、まあ、融合させてですね、融合させて一人でも多くのお客さんにですね喜んでいただけるように、まあ、また腕を磨きたいなと思っております。
はい、こちら学びです、はい、インタビューの中でもその単語多く出てきましたが、はい、どうしてこの言葉を選ばれましたか。まあ、仕事上で言うとですね、一人一人のお客様って全てが違うんですよね。だから対応できることってもちろんメガネっていう形だったり補聴器っていう形は一緒なんですけれども、その右目と左目が違ったりとかですね、まあ、その聞こえが違ったりとか、いろんな意味でお客様に合わせるっていう状況が必要なんですね。だからそれを日々学んでですね、いつでもどんなお客さんにでも極論対応できるような自分っていうのを作っていかないといけないかなっていうところ、あとやっぱりまあ、青年部でもそうですけども、経験の中でですね、まあ、経営を学ぶ場っていうところもあるし、それを生かすっていうところも今後必要になってきますので、まあ、いつでも活かせるように学びたいなっていうところです。